コロコロアートコレクション、展示作品の一部、ドレスやスピーカーを模したものなどデザインは様々。コロコロアートコレクションは、北海道札幌市にある JR タワースクエア内で、JR タワー完成から4周年を記念して2007年3月に行われたアートイベント、株式会社札幌駅総合開発が主催。全24人のアーティストたちがデザインを手掛けた。 コロコロこと小さなトロリーバッグを展示する。イベントの開催期間は2007年の3月6日から3月25日。コロコロアートコレクションでは JR タワースクエアを構成する札幌ステラプレイス、アピア、札幌エスタ、札幌パセオにて展示。作品は様々なアーティストたちがトロリーバッグにデザインしたものでカセットレコーダー、LED、歌詞や コンデンサーズームマイクなど、ありと、あらゆる素材で作られている。全部で24個ある作品は、アピア、地下1階に位置する、コモレビの広場、札幌エスタ7階にある、エレベーターホール、地下1階札幌パセオ、東側地下通路、札幌ステラプレイス1階の東コンコースにある、オフィス入り口前の4カ所に、それぞれ6作品が展示された。アートは、キュートに イベントのコンセプトに赤色を基調としたテーマカラーが特徴。期間中午後1時3時5時のそれぞれへの時間にはコーラコーロガールズと呼ばれる一団が作品のトロリーバッグを引いて館内を移動。JR タワースクエア内を作品を引き連れて回るアートパフォーマンスもこのイベントの特徴である。イベントの開催日は2007年3月6日7日、9日から11日。 16日から18日、21日、23日、最終日の25日である。このうち、コーラコーロガアールズが午後1時から作品とともに、館内を回るのは、3月10日11日、17日18日21日、24日25日の7日間で、それ以外は午後3時と午後5時からイベントが行われる。ありがとうございます。